はい、ということで、雑談動画を撮っていきたいかなと思います。今日はですね、受験組、もう多分全員終わったよね。ちょっと受験組とお話ししたいかなと思います。もう半年近く多分来てないメンバーとかもいたんで、まあちょっといろいろ視聴者さんもその受験どうだったのかみたいな、受験報告みたいなの聞きたい視聴者いると思うのね。あ、ポテイトさんはもう合格やね。もう合格も通知も来ても合格と。あ、もう合格大丈夫で、しらすさんはもともともう AO 入試かなんかで受かったと。 AO 入試で受かってるからイージー、まあもう特に問題なかったと。まあ何も心配してなかったと。あ、来ました。 ねりりあめさん、久しぶりっすね。ねりりあめさん、 あなたも半年以上来てなかったっす、撮影。たまーに出没はしてたけどね。どうもどうも、お久しぶりです。ねりりあめさん受かりました？明日出る。明日なの？ちょっと待って、まだ出てないの？あー、なるほど、その形式か。これネットで公表とかでもないんだ。郵便ポストに入ってるんだ。俺ん時もそうやったわ。で、あれは？ホットドッグユートさんは？ホットドッグユートさんも久しぶりですよね、あなた。まあ、一応なんかこういうほら、バンバン罰ゲームとかには参加してたんだけど、受験前とか来てたの、ユート。勉強するのがめんどくさいとか言って、撮影には来てたんだけど、ここ1、2ヶ月ぐらい全く音沙汰がないの。マジで勉強してたんだ。なるほどですね。ユートさんもあれなの？合格発表出たの？まだ？心配してくれてたの？って。まあ、少なからず俺は心配してたけど、他の動画班からは、なんか、ユートっていうワードは出なかった、一回も。最近ちょっと撮影来てないメンバーが何人かいるよね、みたいな。でも、ユートってワードは一回も出なかった。ホットドッグユートは一回も本当に出てないね。心配してないってことじゃない？ユートは絶対帰ってくるみたいな、なんかそういうの思ってんのかもしれないですけど、ユートさん、合格発表はどうなったの？もう合格発表出た？あー、まだなんだ。まだまだ。なるほど、皆さん、まだ1週間ぐらいかかるみたいです。どう？言うと手応え的にはどうなの？めっちゃあった。ポテト練り飴ユートに関してはさ、試験受けたやん。あれは自己採点とかどうだったの？ポテト自己採点8割ぐらいあんの？そんなにあったの？まあまあ、それは受かるか。練り飴？だってさ、練り飴ってさ、大学のあれでしょ？共通テストとかだよね。2次が8割、9割か。すごくない？それ。大学の今共通テスト、昔ならセンター試験って言うんだけど、共通テストを受けて自己採点するんよ。結果が返ってこんから自己採点をして、それでその点数に見合った大学に行くのね。この大学は B 判定 C 判定みたいなっていうのが出て、そこで決めるって感じなんやけど、これでどうする？明日でしょ、結果発表。これ落ちてたらどうする？ゆうとさんどうだったの？自己採点の感じはどうだったの？手応えはあったんだけどさ、うん、数学が、はいはいはい、18点だった。じゃ、国数リーシャー A の500点で数学18点なの？手応えって知って、それ受かったの？本当に。わからないじゃねえじゃん、お前。手応えあるって言ってたじゃん、バンバン。理科が86点。いいね。はいはいはい。あとは？社会が63点。はい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 。英語が50ぐらい。はい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 。国語80。おー、なるほどね。で、160、220。270、まあ、280点ぐらいか。300点いかないぐらいじゃない？結局、ユートって文系理系かわからんよな。倍率とかどうなの？あ、倍率は切ってるんだ、一応。倍率切ってて、なら大丈夫かもしんないね。あれは？面接とかってないの？今の、その高校受験みたいなのって。大学はないよね。あ、面接ないんだ、今。18はやばいって。まあ、でも、まあ、切ってるなら大丈夫やけど、でもあれだよ、これ結局さ、あれじゃない、入った後に積むんじゃない？受験ってあれじゃん、自分の実力に合ったところに行くための試験じゃん。入った後に苦労しそうじゃない？高校の数学って結構むずいよな。サイン、コサイン、タンジェントとかなんか、楽しい？本当に？今まで中学やから義務教育で点数許されてたけど、高校から赤点取りすぎたら、普通に留年しちゃうじゃん。じゃあ言うとあれなの？もうしばらくは撮影来れんの？仮にじゃあ来週受かってたってなったら、もういつも通り通常運行できんの？あ、もういけるんや、普通に。もっとマップ制作ガチでやってみてもいいんじゃない？この撮影の後に撮るんだけど、ゼロ？ゼロが作ってくれた、マップがあるんだけど、そこで撮影したりするんよね。もうなんか、もう動画班が、もう裏でマップ作ってて、もう出来次第そのマップの撮影するみたいな感じになっとるからな。近いうち新メンバー募集かけるしな。その新メンバーの子たちと一緒になんかマップ制作すると面白いかもしれんな。ちなみに言うとさ、ここ1ヶ月でどういう生活してたの？
今まで夜は撮影来たじゃん。もう夜さ、ディスコードすら出没しないって感じやったやん。もう夜の間もずっと勉強してんの？え、本当に勉強してたの？え、遊んでないの？たまーに YouTube 見てる。えらいね。本当にユートって何やったっけ？なんかとんでもないことを聞いたけどね、一回ユートから。何やったっけ？横浜って県ですか？みたいな質問しなかった俺に。何言ってんのお前みたいな。今はそういうのじゃないんだ。47都道府県わかる。おー、すごい。北海道の何て言うのかな？県庁所在地。北海道札幌。ほう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 。愛知県は？県庁所在地。沖縄は？宮城は？って質問攻め。愛知市。はあ、はいはいはい。で、あれは？沖縄は？沖縄。沖縄の県庁所在地は？聞いたことあるで、答えを言えっつってて、だからさ。ああ、まあそうか。これ入った後やばいんじゃない？あんた。ねえ。でも大半正解、本当に受かったのかな？来週でしょ？バナナさんはあって。あ、そうなんですよね。ちょっと あれなんですよ。うちのバナナさんがまたあの無期限休止期間に入ったんですよね。え、動画班報告見た動画班。テルキってさ、あれじゃない？あの、2、3ヶ月に1回無期限活動休止してない？バナナさん、うちのバナナさん。まあだから今回も戻ってくるんじゃねえのかなと思ってるけど、あ、最悪ゼロに連絡取ってもらえばいいか。バナナさんも受験生やったけど、バナナさんも多分大丈夫って言ってた。今年受験生多かったんですよね、多分。ユーと、ネリアメ、クルオハ、シラス、ゼロ、テルキ、アマツキ、ヘアパヤちゃん、リトール、コマンダー。11人じゃない？半分以上受験生だったんだよ、今年。メインがフォートナイトのメンバーやから、フォートナイトの時ってあれなんや、みんな中3ぐらいやったんよ。だからそのメンバーがもう高校を卒業するぐらいまで、中学卒業の時に来て、高校卒業の時もいるっていう。すごいね。なんか俺、パパみたいな感じ。あの、感覚的に。しかもさ、ちゃんとさ、SNS も見てたよな。あの、この前のリトルのやつ、結構、練り飴功績じゃない？写真かなんかあげたんよ、ツイッターに。ツイッターにあげてて、それがなんか、あの、卒業証書とかを出して、あの、制服とかを着て、なんか、親とツーショット撮ってる写真とか、あの、顔は隠れてるよ。あげてたんよ。で、まあ、一応そんな、めちゃめちゃ高校の全部が写ってるわけじゃなかったんだけど、練り飴が、あの、画像検索とか、まあ、いろいろちょっと調べてみたりとかしたら出たらしいのね。あの、リトルの、その、高校の名前とか全部出ちゃって、いや、これは絶対消した方がいいでしょって、練り飴がめっちゃ早く動いてくれたの。もう投稿されたと同時に練り飴が裏で DM 入れてくれてて、後で答え合わせしたら合ってた。そうなんや。練り飴がその時 SNS 見てなかったら、今頃リトルは視聴者に全バレしてるっていう。リトル昔顔 Twitter に上げてるから変わらんって思ってしまった。そうだよね。あの、リトルあれだよ。あの、俺だって、要はさ、3年前からいるんよ、リトル。中学校卒業の時は顔も出してた。ちなみに。あの、制服と顔の写真を堂々と、あの、リトルアカウントで上げてたよ、あれ。何のためらいもなく上げてたからね。もう、何も、そう、リテラシーのかけらもなかったんだから、3年前。まあ、そこよりは成長したのかもしんない。ほな、つなげてなーって。あ、てか、クロちゃん来てよ、クロちゃん。クロちゃん受験生じゃないんですけど、あの、4月からあれなんですよね。休学期間が終わるんでしょ。クロちゃんちゃんと勉強してんの？あんた。1歳年上だけど、クルオハとかシラスとかネリアメとかと同期になる。この同じ入学。もう一度入学式。え？それってさ、休学して復学した後も入学式もう一回受けんの？冗談じゃない。え？もう一回入学式受けに行くの？そうしないと孤立する。あ、なるほどね。あの、あたかも僕は1年目ですよみたいな感じで振る舞うってこと？え？それ周りに言わないの？僕あの、休学してるんだよねって言わないで。そりゃ、あの、僕1年生ですみたいな。よろしくねみたいな。いや、俺今年からみたいな。え、じゃあ年齢詐称すんの？いや、俺浪人なんだよね。そうそう。浪人って言えばいいんじゃない？でもそこ本当に迷ってる。あ、言うか言わないかってこと？あ、でもそうか。逆に言うと気使っちゃうよね、友達からすると。いきなり仲良くなる前から、そう、ピカピカの1年生、そう、仲良くなる前からさ、僕実は休学してたんですよね、みたいなこと言うと、めっちゃ気まずいと思うわ。あと、クロちゃんコミュニケーションつけんとな、ちょっとな。あと、ビビりすぎ、ちょっと。この前何人かの動画班には言ったんやけど、あの、クロちゃん、あの、この前、俺がさ、ガスト行ってたんよ。撮影がない日で、夜ちょっとガストに行ってて、ファミレス行ってて、帰ってる、自転車で帰ってる時に電話かかってきたんよ。で、自転車止めて、あの、クロちゃんが、あの、なんか、すいません、電話いいですかみたいな。チャットじゃなくて、なんか電話がいいんですよ、みたいな言ってきて。いや、もういいよ、みたいな。なんか何事かって思うやん。俺に、なんか何も考えずに通話かけてくるって。クロちゃん、どうしたのさ、いや、みたいな。こんな感じだよ、ほんと。いやいや、あの、ちょっと、ご相談があって、みたいな。え、で、何どうしたのみたいな。いや、あの、その、やらかしたとかじゃないんですけど、みたいな。ちょっとあの、ちょっとなんか言わないといけないことがあって、みたいな。え、何どうしたのみたいな。いや、あの、やっぱりリリチョウさん、家に帰った後にかけ直してね、いやいや、もう今通話かけたから、みたいな。今、外におるよ、俺。ガストで外におるんよ。
でもいいよ、今言っていいよみたいな。いやでもやっぱ家に帰って言った方がみたいな。いやもういい、みんないいから、なんかこう言ってごらん、正直に言ってごらんって言ったら、いやあの本当に言いづらいんですけど、あのエモートを買ってほしくてみたいな、そのさ、ふざけんなみたいな、100ロバックスのエモートをっていらねえだろ電話、何の電話やそれマジで、おいね、もう全然チャットでよかったじゃんクロちゃん、それは。あ、そうや、ラドンもあの1年生だよね、2年留年してるから2回連続留年してるって感じだよね確か。元いた普通科高校を退学して通信行ったけど1年目留年しちゃったのか。だから本来だったら高校3年生の年だけど高校1年生をやることになるってことか。今年4月からあれなんですよね、もうみんなちょっと忙しくなるんですよね。はい、ということでした。ちょっとまああのまあまあまああの1難去ってまた1難みたいな感じでですね、あの受験組、まあ、今こんな感じで一応終わって、まあ多分もうみんななんか自信があるみたいなんで、まあ多分大丈夫でしょう。二次試験で自信があるっていうので落ちるはあんまないでしょう。記入ミスとかで回答が全部ずれてるとかあるかもしれないんですけど、まあ、そこら辺は大丈夫だと思うんで、あのおそらくゆうとくんの数学18点がサムネになってると思うんですけど、皆さんあの自信持ってください。あの18点でもこんなにほら目を輝かせて生き生きと生活してるんですよ、動画班としてね。ということなんで皆さんあの自信を持って、はい、あのこれで終わりじゃないんで、逆に言うと始まりなんでね、またちょっといろいろ頑張っていってください。はい、という感じでした。じゃあ、あのお疲れ様でした。